皆さんこんにちは。今日は赤丸のユニオンスクエアから反時計回りにぐるっと散歩してみたいと思います。ユニオンスクエアからチャイナタウンまでは水色の地下鉄で移動です。できたばっかりなのでとっても綺麗です。チャイナタウンの駅には切り絵のようなアートが飾ってあります。さすが新年、獅子舞が各お店を回っていました。中国の獅子ってなんかゆるキャラのようで可愛いですよね。お疲れ様です。次はイタリア人街のノースビーチに着きました。ノースビーチで一番有名なカフェトリエステに来ています。後ろのミュージシャンの皆さんはもう11年間もここで演奏し続けています。それではカフェを出てノースビーチをさらに散策してみましょう。昨日まで1週間ずっと雨が降ってたんですけれども、今日はすごいいい天気になりました。ノースビーチに住む人たちの憩いの場、ワシントンスクエアの方に向かって歩いていきます。このスクエア沿いには教会やたくさんの美味しいレストランがあります。ピザの世界選手権で優勝しているトニーさんのピザ屋さんです。ここではなんといっても1日に73枚しか焼いてくれない世界選手権で優勝したピザマルゲリータが有名です。トマトソースがとっても美味しくって、ピザの生地はもちもち感があるピザです。今回は特別に超能力を初公開させていただきました。サンフランシスコに来たらぜひぜひ寄ってみてください。こちらの階段がマリリン・モンローとジョー・ディマッジオが結婚した時に記念写真を撮った階段になります。夫が離婚歴があったので教会では結婚式はさせてくれず、ここで写真だけを撮りました。鳩たちもおせち料理を楽しんでいるようです。クリスピークランチー、クリスピークランチーチキンはチェーン店ですが、名前の通りカリカリの衣を持った皆さんご存知のボーフライドチキンの会社のものよりも格段に美味しく、サンフランシスコで一番のフライドチキンだという人もいます。サンフランシスコでは初詣の代わりにゴールデンゲートブリッジを拝みます。世界中からの観光客の皆さんでごった返しています。
サワードで有名なブーディンはお正月早々からやってますね。お仕事お疲れ様です。ファンで作ったクリスマスツリーが可愛いです。可愛すぎて食べれなくて、そのうちカビだらけになりそうなパンです。皆さんパンに入ったクラムチャウダーを食べています。最近漁師さんたちから直接カニを買えるようになりました。独立記念日の花火を見るのに最適なフランシスコパークに来ました。ケーブルカーが頑張って登っていきます。ここは新しい公園なのでデザインもおしゃれです。2072年に開ける予定のタイムカプセルも埋めてあります。ゴールデンゲートブリッジやアルカトラズ島も見渡せます。くねくね曲がった坂道で有名なロンバートストリートでは、若者たちが電動一輪車で坂の下り染めを楽しんでいました。はい、皆さん元旦のサンフランシスコいかがでしたでしょうか。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた来週、さよなら。